こんにちは、西堂鍼灸整骨院の福井です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は座ってできる3分間腰痛ストレッチについてお話したいと思います。腰痛についてはいろいろ問い合わせをいただいたり、治療院に来られる患者さんの中で一番多い症状なんですね。それこそ慢性的な腰痛からぎっくり腰とか、あとヘルニア、脊柱管狭窄症、いろんな方が来られます。腰痛っていうのは一度なってしまうと放っておくとなかなか改善しない厄介な症状です。腰痛になるたびに治療院に通うのもまあいいかもしれないんですけど、ある程度はならないように、再発しないように自分の力でセルフケアをするっていうのが大事になります。今回お伝えするのは椅子に座ったままできる簡単なストレッチばかりです。なので今多いデスクワークだとかリモートワーク、長時間の運転でずっと同じ姿勢になってしまう、お家の仕事が忙しくてなかなか運動する機会がない、そういった悩みでも場所を選ばず簡単にできるストレッチになっています。ぜひこの動画を見ながら一緒にストレッチしていきましょう。この動画を見て参考になったと思っていただけたら、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは始めていきましょう。今回お伝えするストレッチは腰を伸ばすようなストレッチではありません。腰痛や肩こりの基本となる肩甲骨であったり骨盤の周りの筋肉っていうのをほぐしていくストレッチと体操になります。なので肩から順番に下に降りていく形でストレッチ運動をしていきたいと思います。続けて順番に7項目8つの運動ストレッチをしていきますので、一緒に体を動かしながらやっていきましょう。まず1つ目は肩上げ下げ運動です。肘を90度直角にして胸を開きます。この状態からぐっと力を入れて3カウント1、2、3、その後力を抜いてストンと下ろす。これを5回やっていきます。いきます。1、2、3、ストン、2、2、3、ストン、3、2、3、ストン、4、2、3、ストン、はい、ラスト5、2、3、はい、ストン、はい、 OK。 2つ目は肩回し運動です。両手で肩先をタッチします。この状態で前回ししていきます。こうですね。この時肩甲骨が動いているのを意識してください。これを5回します。いきます。1、2、3、4、ラスト5回、はい、 OK です。今度逆回しいきます。1、2、3、大きく4、5、はい、 OK。 3つ目はバンザイ運動です。両手でバンザイした状態で肘を体の後ろに引くように下ろしていきます。いきます。1、2、3、肩甲骨を締めるようなイメージで4、5、はい、 OK。 4つ目は側屈ストレッチです。右手をバンザイします。バンザイした時に手のひらが外向くようにひねります。万歳して外向きにひねる。手首を反対の手で持って少し引っ張りながら側屈していきます。ここが伸びているのを意識してください。それじゃあこれで10秒間いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、今度は反対側、左手をバンザイして手のひらが外向くように、反対の手で手首を持って少し引っ張りながら側屈していきます。それではスタート。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK。 5つ目はお尻伸ばしのストレッチです。右足からいきます。右足を左足の上に乗せます。この状態ですねがなるべく地面と水平になるように軽く膝を押さえます。あんまりグッて強く押すと痛いんで軽く押さえる程度にしてください。この状態から背中を伸ばして胸とすねを近づけるように前屈していきます。そして顔はなるべく前を向くようにカメラ目線でやっていきましょう。はい、ぐーっと10秒間いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK。 今度は反対側ですね。左足を右足の上に乗せて膝を手で押さえます。すねと胸が近づくように背中を伸ばして顔は前を向けたまま
前屈していきます。はい、10秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。6つ目はもも前脱力ストレッチです。太ももの前の筋肉に力を入れて脱力、力を入れて脱力、これを繰り返します。やり方は右足の足首の上に左足のアキレス腱を乗せるようにクロスします。この状態で右足を伸ばす、膝を伸ばす、反対に左足でそれを押さえて抵抗する、これで力を込めていきます。後ろに手をついて倒れないようにしてやっていきましょう。それではいきます。5秒間力を入れます。はい、1、2、3、4、5。はい、脱力。はい、ここに力が入ってますかね。反対側いきますね。左足のすねの前にアキレス腱を乗せます。後ろに手をついて左膝を伸ばす、右足でそれを抵抗する、5秒間いきます。はい、1、2、3、4、5。脱力 OK です。7つ目はもも裏伸ばしです。椅子に浅く腰掛けて右足を少し前に出します。カメラ切れてるんでちょっと分かりにくいかもですけど、かかとを地面につけてつま先を浮かせた状態、なるべく膝を伸ばした状態で膝の上の太ももを押さえて顔をまっすぐ向けたまま前屈していきます。そうするとこのももの裏、太ももの裏と膝の裏あたりがしっかりと伸びてくると思います。これも10秒間いきます。顔を前向けて前屈して、はい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。今度は反対もいきます。椅子に浅く腰掛けた状態で左足を前に伸ばして、かかとを立ててつま先を上向ける、膝をなるべく伸ばした状態で膝上の太ももを両手で押さえます。胸を張って顔を前に向けたまま前屈、ぐーっと、もも裏が伸びている状態で10秒間キープします。はい、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。最後に一番最初にやった肩上げ下げ運動をして終わります。肘を90度に曲げて胸を開いて肩を上げて3秒間キープ。1、2、3、ストン。もう一回、2、2、3、ストン。続けて3、2、3、ストン。4、2、3、ストン。5、2、3、ストン。はい、 OK です。この7種目、8つのストレッチ、しっかりできましたか？わからないところは繰り返し見て一緒にやっていきましょう。今回は座ってできる3分間腰痛ストレッチということで、座った状態で3分程度でできるストレッチをお伝えしました。動画の尺的には少し長くなっているんですけど、このストレッチ自分でできるようになったらしっかり3分程度で終わります。長時間座っているとどうしても骨盤周りであったり肩甲骨の周りっていうのが硬くなってしまいます。ここが硬くなると慢性的な腰痛であったり、慢性的な腰痛が長引くことで何かをした拍子にぎっくり腰やヘルニア、そして年齢を重ねると脊柱管狭窄症という厄介な症状が出てきます。もしこれを見ているあなたがまだ腰痛を持っていないのであれば、肩こりの解消と腰痛の予防ということで1日に1回やってください。もしあなたが慢性的な腰痛を持っているのであれば、1日できたら2回このストレッチ、3分間のストレッチをやるようにしてください。このストレッチは座ってできる簡単なストレッチですので、デスクワークの方は仕事中や仕事の休憩時間、運転をする方は赤信号で止まっている時やどこか駐車場に止まった時に少し体を動かすという意味でやっていただければいいと思います。このチャンネルではあなたが本当の健康を手に入れるための健康情報やこういったストレッチなんかを日々配信しています。この動画が参考になったら良かったと思っていただけたら、評価ボタン、グッドボタンを押してください。そしてチャンネル登録もしていただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お大事に。